乃木坂46これからどうなっていくんだろうね。どうなるんだろう。なんかでも4期生が、うん、まあ今年入るかも、うんうん、まあ、そうね、入るか、うん、だからまた変わるよね。なんかそうだね。なんかきっとまたさ、いろんな自分の道を進む子も全然増えてくるじゃん、ね、きっとこれからね、うん、増えるだろうね。うん、なんか1期生がちょいちょい減っていくのかなとか、そんな気もする。悲しいね。いや、それを寂しいよ。見てるのすげえ寂しくなりそうだな。ねえ、うん、何回みんなのそういうライブに行けるんだろうとか考えちゃう。そうだよね。次はもうそっか、いこまちゃんもね、見届けてくれるね。見届ける方だから。でもなんか一回はなんか乃木坂46を外から見てみたいなっていう気持ちもあって、うん、でもなんか自分がたまたまこうで行けなかった収録とかの、うん、歌番組とか乃木坂見てると、うん、おー乃木坂出てるみたいな気持ちで見てたけど、まあ、これからは普通にね、なんかそこじゃないから、あ、うん、乃木坂だみたいな、うん、また違うだろうね、一ファンとして見るんだろうなと思って、それもそれで不思議だなって、うんうん、だから年末とかはわあ、今みんなきっとここでこう弁当食べてんだろうなみたいな。そうだよね、全部わかるもんね、の動きもね。今日はじゃあきっとここで、うんうん、今日のお弁当は何だろうなみたいな。あ、なんかめっちゃ考えちゃう。差し入れが来てるんだろうな、ね、来てるんだろうな、みんななんか疲れてんだろうなとかさ、うんうん、思いながら。そうだよね。でもまずさ、いこまちゃんゆっくりしたいよね、とりあえずね。そう、今までもうノンストップで走り続けたから、うん、そうなんです、ノンストップだったな、うん、でもそれもそれですごいことだけどね、うんうん、ただ今は首が超痛い。そうね、今日はちょっとね首を痛めてます、いこまちゃん、はい、ちょっと尋常じゃない。片手で首を支えないと。そうなの戦いの傷跡が。傷跡マジやばい。てか、あのひなちまに見せたよね、あの、うん、うちマイクが唇に当たっちゃって、うん、血まめができてて、でもお風呂でこうやってこすってたらポロって取れた。よかったよかった。治った取れた多分治った。よかったよ。そう、よく早く取れたね。そう、結構早く取れた。唇って治り早いんだ。唇代謝いいからね。ね、代謝いいから。そうそうそう。そしたら次首痛くてさ、なあ、助けて。いろんな傷跡が。でも、やっぱりなんか、なんだろう、こうみんなもきっと卒業ってなったら、うん、なんかまあライブしっかり、なんかセレモニーしかり、いろいろやると思うんだけど、うんうんうん、やばいよ。やばい、出し切った後の自分、うん、やばいよ。ね、それは達成感、なんか達成感もあるし、ほんと疲労感っていうのも今までよりも一番あるし、あ、多分純粋に年取ったからだと思うんだけど、うんうん、もう全てが一気に取れちゃうと、うん、もうやばいから。そうだよね。気をつけた方がいいです。体の気をつける。体は油断しないように、あの、うん、メンタルも多分大丈夫だと思う。ボディの方がすごい今日説得力あるよ、いこまちゃんに言われると。やばくて治んねえんだもん。覚えとこう、覚えといて。本当にそこだけアドバイスしとく、はい。